るくらいに少しでも準備できたらきっと違う明日になれたかな、なれないなってたまに思う。テイク2、明日へ向かう二人には重すぎた現実、まっすぐな感情だけで俺の心描いた、好きって気持ちだけでなんとかなると思った、後先なんて考えずただ突っ走った。たとえこんな思いを生んでしまったとしても、歩いた街並みを止まらずに立ち去り、できることならばずっと何度でも会いたい。思い出すのは君のその笑顔、振り向けばいつも変わらない君がいたよ。考えて考えて出した結果に後悔なんてしたくないって決めたはずだった。手探りの道を生きる俺みたいなやつの隣に君がいないのはやっぱり辛いよ。あなたに伝えたい想いは声にならない言葉は形を変え、過ぎ去ったこととして受け入れられるだろう、そう思って今日まで来た、この場にいた。君を探してもやっぱりいないから、あの日話し合った夜は本音だけをぶつけ合った言葉、君がどれほど俺を考えているか知った。思いが伝わるほど寂しいくらいに、間違いようのない気持ちを確認、どんな困難も乗り越えてゆける。その場しのぎの綺麗事でもないし、素直にそう言えるそう思える。距離も状況も環境さえも何とかするって信じてたんだけど、好きだったって強かった、和むなんてなんて